歌手のMISIAが21日までに、新潟県湯沢町で2年ぶりに開催されている最大級の野外音楽イベント、フジロックフェスティバル21、20日から22日まで、苗場スキー場。出演に向けて、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、参加者一人一人がガイドラインを徹底して守るよう呼びかけた。22日に参加予定のMISIAは、長い文章になりますが、特にフジロックフェスに参加なさる方は、どうか最後まで読んでいただけますように、と書き始め、参加する観客の皆様にあたっても、配布された抗原検査を検査方法を守り、しっかりとやってください。また、フジロックが出している感染防止対策ガイドラインをしっかりと読み、徹底をお願いします、と記した。そして、これまで以上に、私たちが、このフェスに込める思いは強いはずです。たくさんのお願いをしてしまい、このような言葉が疎ましく感じたり、感染対策が嫌になってしまいそうな時もあるかと思います。しかし、フジロックを守っていくとは、どういうことなのか、ウィズコロナの時代を生きるとは、どういうことなのか、私たち一人一人が、しっかりと考え、行動していくことが必要だと思うのです、と訴えた。*MISIAの呼びかけ全文。長い文章になりますが、特にフジロックフェスに参加なさる方は、どうか最後まで読んでいただけますように。今日から、フジロックフェスティバル21が開催されています。私は22日に参加予定です。20年以上、開催されてきたフジロック。たくさんのミュージシャンアーティストが愛し、たくさんの人に愛されてきたフジロック。また地元の方にも、大切にしていただいてきたフジロックだと思います。開催者の方々は、中止となった昨年より、Keep on フジロック案を胸に、感染防止対策を徹底しながら、今年の開催にまで歩んでこられたようです。今回、フジロック開催にあたりましては、主催者の方の思いはもちろんのこと、地元の方のご理解や協力、そして出演者、スタッフ全員の PCR 検査に加え、観客全員の抗原検査キット配布など、これまで以上の感染防止対策あってこそです。私も PCR 検査は陰性でしたが、東京を出る前に抗原検査も済ませもう一度確認してから行く予定です。参加する観客の皆様にあたっても、配布された抗原検査を検査方法を守り、しっかりとやってください。また、フジロックが出している感染防止対策ガイドラインをしっかりと読み、徹底をお願いします。大きくは8つ、1、常時マスク着用、2、検温の実施、3、こまめな手洗い手指消毒、4、大声での歓声や会話 NG、5、モッシュやダイブ、接触行為 NG、6、十分な間隔の確保、7、飲酒禁止、8、場内禁煙蒸気は大まかであり、対策はかなり細かく感染防止のお願いがされていますので、以下を必ず読んで、実行してください。https://www.fujirockfestival.com/guide/ガイドライン/マスクは、1日、雨で濡れたり、汚れたりして何枚も取り替える必要が出てくる可能性もあります。不織布のマスクを十分な量をお持ちください。また使ったマスクを密封しておくものもあると良いかもしれません。検温をこまめにするために、ご自身で体温計も持ってこられてもいいと思います。着替えや上着も、しっかり用意して、体調管理もお願いいたします。コロナ禍で開催する特別なフジロックであり、たくさんの規制がある中でのフジロック。これまでのようにできないことがたくさんあるけれど、これまで以上に、私たちが、このフェスに込める思いは強いはずです。たくさんのお願いをしてしまい、このような言葉が疎ましく感じたり、感染対策が嫌になってしまいそうな時もあるかと思います。
かし、フジロックを守っていくとは、どういうことなのか、ウィズコロナの時代を生きるとは、どういうことなのか、私たち一人一人が、しっかりと考え、行動していくことが必要だと思うのです。もし、これらが守られていない状況があるとしたら、私たちはミュージシャンは、出演を考え直す必要も出てきてしまいます。私たちができることを徹底しましょう。来年もフジロックが開催されるように、思いをつなぐ行動をしましょう。みんなで、このフジロックを成功させましょう。ミーシャ。